パラッツォ・バルベリーニからのローマの風景ヤン・フランス版、ブローメンはフランドル出身の画家である、ローマで活動した。オリゾンテの通称でも呼ばれた。主に風景画を描き、街景画も描いた。アントウェル・ペンで生まれた。兄のピーターも画家になり、ヤン・フランスは兄から絵を学んだ。1681年から1684年の間は、 アントウェルペンの画家の下で修行した。パリで働いた後、兄が働いていたリオンに移り、その後兄とトリノを経て、ローマに移った。1688年には、ローマに住んでいた記録があり、1690年には、弟のノルベルトもローマに住む兄弟に合流した。兄のピーターは1694年にアントウェルペンに帰国し、 弟ノルベルトも1724年までにアムステルダムに移ったが、ヤンフランスは時折ナポリやシシリー、マルタなどに旅したが、生涯をローマで過ごした。ローマで風景画家として成功し、スペイン王妃、エリザベッタ・ファルネーゼやローマ貴族、ローマ法王を顧客の持ち、街景画の大作を描いた。ニコラプスさんや、 クロードロランといった画家の風景画のスタイルを受け継いでいる。主にローマやローマ近郊の風景画を描いた。ローマのオランダやフランドル出身の画家たちのグループ、ベントボーイグルスのメンバーとして活動し、地平線を意味するオリゾンテの通称で呼ばれた。多くのローマの支援者を得ていたが、風景画に対する評価が低かった時代であったのが、 理由とされるが、ローマの画家組合、アカデミアディさん、ルカの会員に選ばれたのは70歳を過ぎた、後であった。ありがとうございます。